おはこんばんちは伊藤です。今回は新しく配信されたイベントクエスト「競争襲来紅の回帰」を攻略していきます。使っている装備はシャープ24の動画で紹介している鬼火型構成となります。詳細はシャープ24の動画で紹介していますのでぜひご参照ください。先行としてはいつも通り鉄鋼榴弾や麻痺弾、睡眠弾などで法則を狙い、隙があるときは遊撃弾で大ダメージを与えていきます。このクエストのメルゼナとシャガルマガルは強化個体ということで攻撃力や体力が強化されていそうです。不安な方はしっかりと緑人玉取りを取ってから挑みましょう。詳細コーチの緑人玉取りの取得ルートはシャープ3の動画でご紹介しています。サクッと集められるルートなのでぜひ参考にしてみてください。やっぱり体力があるのとないのとでは安心感が違いますからね。特にダメージが大きく即死もありえるガンナーであればなおさらです。たった1分集めるだけで即死がなくなることを考えれば集めない手はないですよね。ちなみに今回の音の構成は回復猫とバルクを連れてきています。使っている武器がシールド型ヘビーなので回復猫との相性は抜群。体力が減った時に回復サポートしてくれたり範囲回復のスキルを使ってくれるので武器をしまうことなく回復することができます。ガルクには麻痺武器を持たせているので麻痺のサポートをしてくれるので麻痺の状態以上にさせやすくなっています。このようなチャンスの時には遊撃弾で大ダメージを与えましょう。続けて睡眠弾で眠らせてしまいます。睡眠時の初撃はダメージが約2倍になるのでここでも一撃が大きい遊撃弾が効果的。遊撃弾を5発打ち込むだけで約1万ダメージも稼ぐことができます。スタンによるダウン、特殊ダウン、麻痺、睡眠など結構打つチャンスは多いので5発くらいなら簡単に打ち込めると思うのでチャンス時には遊撃弾を打つようにしましょう。鉄鋼榴弾だけだと打ち込み数に上限がありますのでできるだけ節約もしたいですからね。ちなみに遊撃弾は調合分も合わせると合計10発持ち込めます。弾丸節約が発動しなかったとしてもそれだけで約2万程度のダメージを与えられると考えるとかなり大きいですよね。おっと、スタンとそういう待機状態が重なってしまいました。ちょっともったいないですが仕方ありません。おそらくガルクの攻撃でそういう待機状態になったと思いますがさすがにタイミングまでは調整できないですね。今回のクエストタイトルは「紅の回帰」ということでそれがキュリアを克服したメルゼナのことを指しているのだとしたら次回のアップデートでは「怪異克服メルゼナ」と書くのでしょうか。メルゼナは元からキュリアと共存することができていたくらい五竜の中でも強い部類に入ると思いますので怪異克服という形ではなく特殊個体モンスターとしてくることも考えられます。サンブレイクの体験版で対峙したメルゼナが一番強かったという声もありますがあのメルゼナを彷彿とさせる特殊個体とか来たら面白いですよね。いずれ虫重大事変に変わるとんでもモンスターが実装されたりするかもしれません。メルゼナは人気が高いモンスターなのでぜひもっと出番を増やしてほしいですよね。はい、お疲れ様でした。さすが古竜二頭クエだとしても結構体力がありましたね。続いてはもう一頭の古竜シャガルマガラです。シャガルマガラはモンスターハンター4で初登場したラスボス的存在です。その体にはクリアではなく恐竜ウイルスという未知のウイルスをまとっており、そのウイルスに感染したモンスターを凶暴化させ、最終的には衰弱死させるという恐ろしい性質を持っています。まさに動くウイルス兵器。サングレイクではキュリアに焦点が当ていますが、キュリアはあくまで生物であり行動範囲も限定されますが、このシャガルマガラの恐竜ウイルスは風に乗って運ばれることから感染力という意味ではキュリアの比ではないと思います。またキュリアを克服したモンスターを怪異克服というのと同じように恐竜ウイルスを克服した特殊な個体を極限化と呼びます。極限化したモンスターはその体の一部が鋼のように豪華し、心眼スキルでも弾かれるというとんでも仕様となっています。まさに怪異化状態の上位互換とも言える状態です。さすがにサンブレイクで極限化実装はないと思いますが、一部ではこのシャガルマガラの幼体でもあるコアマガラの特殊個体が今月下旬に予定されている第3弾アップデートで来るのではないかと言われています。コアマガラとシャガルマガラの関係は老体と生体となりますが、コアマガラは古竜ではないのに対しシャガルマガラは古竜というな生態をしています。そんなゴアマガラの特殊個体でもある混沌にうめくゴアマガラはシャガルマガラの恐竜ウイルスの影響で成長を阻害され脱皮に失敗した不完全な個体で、シャガルマガラの古竜としての強大な力とゴアマガラの凶暴性が入り混じった、まさにこの世に存在してはいけない生物と化しています。ただ怪異化というサンブレイクのコンセプトがある以上、似たような性質を持つ恐竜ウイルスを前面に押し出すようなことはしないと思うので、ストーリー上ではそこまで深く関わってこない気もしています。もしくは恐竜ウイルスによって凶暴化したキュリアが免疫を獲得していたメルゼナやガイアデルムさえも怪異化させてしまうほどの毒性を獲得したとしたら、怪異化の極限化極限怪異化状態となったりするのでしょうか。少し飛躍しすぎましたが、今後の展開では超巨大モンスターの怪異化もあり得るかもしれません。それこそガイアデルムの生態の実装や火山地帯の地下にいるのではないかと噂されるグランミラオスの実装などに伴って、キュリアの強化という伏線が今まさにまかれているのかもしれません。他のシリーズでは扱いづらいと思われていたこの恐竜ウイルスというシステムは意外といろいろな場面で使えるのではないかと改めて思いましたね。まあ全ては私の妄想の中ですけど、でもこのクエストのタイトル通り紅の回帰といういかにもな匂わせじゃないかと思いませんか。消えては結び帰るべきはいずこ、怪異克服という新たな脅威に対して新たに結ぶために帰るべきはウイルスがまかれた大気そのもの、どこでもない、それはイズコ。エルガドをさらなる混沌に陥れる鍵はこのシャガルマガラと恐竜ウイルスが握っているのかもしれません。このサンブレイクにシャガルマガラが実装された理由、ぜひ皆さんの考察も聞いてみたいですね。何か気になる伏線などがありましたらぜひコメントいただけると嬉しいです。そんな妄想をしていたら狩りももう終盤。ここで弱りが見えました。そして特殊ダウンが発生。正気とどめの一撃を食らわせましょう。はい、お疲れ様でした。やっぱり古竜二頭は狩りごたえがありますね。報酬では特に特別なものはなし。徳のおまかゆをたくさんもらえるくらいでしょうか。クリアタイムは13分46秒でした。はい、いかがだったでしょうか。今回は新たに配信された強化個体古竜二頭の討伐クエスト「紅の回帰」を攻略しました。また妄想が膨らみすぎた考察にお付き合いいただきありがとうございます。感想なんかもいただけたら嬉しいです。今回の内容が良かったと思っていただけた方はぜひチャンネル登録といいねボタンをお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。星が